フィッシャーシュです。ザコマサイ。今日僕企画じゃないんですけど、 おしゃべり担当で来た。しゃべりに来たんだ今日。なんかザコウくんがどうやら主役らしい。マジ体痛えな、ほんで。そう、先にこの動画出る頃に出てるかどうか分からんけど、うん、体痛えな。いや、今日ばっかりや。よ、昨日の動画エグすぎて、マジで動けねえんだよ。そう、久々の運動企画、久々なハードな運動企画を、なんか重なったよ。今本当に喋る以外脳がないんだよね。おしゃべりするぐらいしか今できないから喋るわ。お、君大食いできるっけ？なんかできないはずなんだけど、俺大食いの動画に呼ばれるなってきて、多分だけど思われてきてるんだよ、そういう風に。次の勢力作ろうとしてんの、本当に。もうまあそれなりには食えんじゃん。じゃあすげえ、俺最近疑問なのが一個あってさ、全然みんなで飯食ってる時さ、物申すだけでもないんだけどさ、あいつらのさ、なぜか大食いの時戦闘狂みたいになるの、なんなのあれ。なんだよ、信じろ。これこの間ずっと思ってたんだけど、焼肉の時に。そう、俺らについてこい的なノリをかましたぜ。あれ、なんなん。まあ俺らもこんぐらいでいいかな。そうだ、なんか、え、もうこんぐらいでいいなみたいな。俺7分目だ、あ、まだ俺3分目だけどって言ってたじゃん。マジクソほど戻らなくて。あれ最近マジで意味わかんないんだけど、その派閥に貴様を入れようと思ってんの、仲間勧誘。でも自分が好きなもの以外で大食いしてるとこ見たことないし、そもそもあんまり好きなものがないじゃん。まあそうだよ、うん、好きなものはあるかもしれないけど、習慣があんまないよね。習慣ないかもね、考えてみたら。お腹空いたなーで、ちょっとなんかこれ食べに行こう、食べれないって感じ。逆に言うと、これいけるって言ったらさ、それめっちゃ好きなんですから、もうそれしかないってなるじゃん。ああ、確かに。今日はなんかその、それしかないのうちの君が大好きなものの大食いらしい。ご用意いたしました。はい、僕がちょっと用意したわけじゃないんで。さんざんぱら話してるけど、俺用意したわけでもないし、うん、俺なんだったらこの後、自分の部屋戻るんだけど。君の好きな食べ物の中に、みたらし団子。あ、はい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 、ずっと言ってるよね。子供の頃に食べたやつが色濃く残ってるやつは好きなんだもんね。牛乳もそうじゃん。牛乳もそう。みたらし団子、牛乳、バームクーヘンとかもそうかもしれない。ああ、バームクーヘン好きなんだ。初めて知った。昆布は？昆布めっちゃ好き。あ、やっぱそうなんだ。もうお前の家さ、昆布の。俺母ちゃんの話じゃん。母ちゃん仕事じゃねえか。母ちゃん昆布関係だから。そうだね。母ちゃん昆布じゃないもん。母ちゃん昆布じゃねえ。じゃあ俺昆布じゃねえか。昆布から生まれてんだ。そうね。はい、ということですね、ザカさんが好きなみたらし団子なんですけど、めちゃくちゃ用意したんですよ。100個用意しました。おお、100個か。うん、今回のなんですけど、1本につき5個ついてるやつなんですね。ああ、ってことはもう分かりやすく20本だね。そうですね。うん、まあ20本って意外と少なそうだなと思う人いるかもしれないんだけど、いや見るとめちゃ多いよ。みたらし団子は3で多いもん。コンビニとかで行ってパカッて開くやつ、うん、3本で結構限界よ。いや俺からしてもあれは多いって感じるんだよ。だよね。いや、うん、俺それはないわ。俺あれ小さい頃からあれおやつだったから足んねえなって思ってたことは結構。スーパー行くとあれの4本入れるのかな。あー、あるね。ある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 。あれすごい幸せになるよね。じゃあちょっと君には今日大食いをしてもらいます。おっしゃ、みたらし団子100個大食い。やっしゃー。持ってきますね。わかりました。まあどんなもんか見ないと思います。みたらし団子とシルクロードチェンジで、で君たちのリーダーみたらし団子で。みたらし団子は見ていかないんだ。ああ、まあ動画できるわ。おお、すごいな、見てくんか。ということで今回この団子100個をですね、ザカオに食べてもらいます。1本 60g あるらしい。あ、そんなあんだ。うん、これね、実はね、冷凍なんですよ。解凍して加熱が必要だったんで、実はもう焼き目とか自分がつけました。お前上手じゃん。うわ、どうだろう。ではみたらし団子100個大食いレディーゴー。いただきます。おっしゃー。あ、めっちゃうまそう。これがいけるわ。ほんと？うん、よくできてる。よくできてる。お、よかったよかった。めっちゃうまい。お、早速1本終わった。うん、これうまいな。まさに焦げ目つけるのうまくね。なんか当時ちっちゃい頃忍たま乱太郎あれめっちゃ好きで、あれ団子結構出てくるもんね。あれ大体3色団子なんだけど、どんどんこうやって食べてくるんだけど、コンビニのやつ大体4つじゃん。3個まではいけるの、こうやって4個目が絶対無理だよ、喉が伝わる。そうだね。だからなんかそれがちっちゃい頃どうにかしてこうやっていけないかなと思って、おーってやって、うっってやったのが覚えてる。3つのやつって1
でけえ気がする。でかい。団子屋さんだとこれだと思うよ俺。だから団子って冷凍で売ってんだろうと思ったけど。だからこれ一回作ったらその日のうちに食わないとダメ。ワンパック10本なんだよ。パーティー向けだね。パーティーでみたらし団子するところないんじゃない？うん、好きな人いると思うよ。ほんと？みたらし団子協会わかんの？それはわかんないけど。タレがうめえな。この時点で今もうコンビニに売ってるあれ以上全然食ってるから。そうだね、うん。おー、25個でまだ25個しか食ってねえのか。これ結構やぶるやん、タレつけたら。ちょっときつくなってきてそう。なんだその目は。これやべえな。おっと、ここに来てやばいということまでできたぞ。いや、50までは多分ね、余裕だろうなと思ってたんだけど。今回も敗北するのか。前回何食ったっけ、今日は。カルパス全部食ったっけ。53個。頑張って。あと2本で50個です、うん、結構きついな、これ。お腹にもたらしてきた。みたらしがね、もたらしてきてるよ。これ噛まないで食いて。喉詰まらせるからやめて。そうだね。この後移動ですけど。なんで。ここ最近のスケジュールぶっ飛んでんだよ。この撮影の後、別の撮影も控えてるじゃん。これえぐいなぁ。アレグリアだ。あと少しで50個。何今の逆再生。おー、じゃあそこの上手くすんな。50個にならねえじゃん。50個。50個。50個いった。ザカワ、まだ頑張ってください。50個まだ頑張るわ。頑張れ。何枚頑張れ。あ、でもそれ1本食えばもう50個半分達成だね。何度置いた。腹がきつい、顎がきつい、両方。おお。おお。頑張れ。日本語覚えたてじゃん。おお。一本になった団子。眠くなってきたな。半分きた。いや、50いけただけでもすげえよ。こっからはもう多分根性だろ。この辺ぐらいから根性だった。あ、やべ。いや、マジ団子すごいな。団子5兄弟だ。団子3兄弟。串に刺さって団子。団子3つ並んで団子。団子醤油塗られて団子。団子団子3兄弟。団子。ああ、やばい。義務なら義務でいいから。あ、子供の頃の時の夢って叶えると崩壊するんだな。うわ、もっちが攻めてくる。どこからギューって戻ってきてる。お前の中で団子重なってきてんじゃない。ここに。あ、今55個兄弟が今から言うんだから。団子剣。団子剣だ。受けてみよ。この時点でだってさ、俺今660くらい食ってんじゃん、うん、えぐくない。そうなると。660くらいも今食ったの俺。あ、えぐいことしてんな。うぅ、そういうゲームのサウンド作れそうで。やられてばっかじゃね。諦めてしまうのか。無理にとは言わん。その発言が怖いんだよな。数字をいろいろ数えたら数えるだけなんかしんどくなってくるな。好きな数字は。あんま考えたことないです。60個ってやば。 700g の団子。団子。団子超兄弟。超兄弟なんだ、本当に。いやー、もう一つ食うのはしんどくなってきた。いいか、一度手出しちゃ団子はちゃんと食え。ゲームアウト許さない。食うよ俺は。まあいいんだけどね、別に。どっちなんだよ。いやでもマジで多分これ産後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 きついな。ちゃんとじ
ちゃんと。あの曲結構万能なんだろうな。万能。こっちか。おー、やってる時はいつもそうだ。誰のセリフ？最初の喋りからちょっとドッポっぽかったけど。ドッポでもそういう時あるよ。ロックアウトとかやった時はいつもそうだってセリフある。それのオマージュしたんじゃないか。あー、スコンかもしんない。スコンかもしんない。それスコン。お前昆布作ってるから。俺は作ってねえんだ。俺の母ちゃんだって。やべえ、もう一つもきつい。すまん。ギブ。もう始まり。ごちそうさまです。ギブアップです。お疲れ様でーす。俺やばいわ。合計65個食べることができました。65個の餅があなたの胃袋の中に収納されました。100個食い切ることはできませんでしたね。うわー、マジきつかった。いや、結構なってくるよな。残りの団子は持って帰っていただいていいので。全然持って帰る。ただ注意していただきたいのが、今日食べてくれ。今日はもういらない。いや、うるさい。動画見てくれてありがとう。セガブリー、ツイッター、インスタフォローやってます。ネタで登録者1000万、奥でもチャンネル登録よろしく。せーの、アデュー。